エンツォフランチェスコ・リューリアルテは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の元サッカー選手、実業家、ウルグアイ代表である。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。ニックネームは、エル・プリンシパ・パヤルレ・プリンス、どちらも、プリンスという意味であり、前者は、当時流行っていた曲名から付けられた。1979年に、モンテビデオ・アンダラーズ FC から、プロデビューし、 1983年に移籍したアルゼンチンの CA リーベルプレートではリーグ得点王、リーグ最優秀選手賞、南米最優秀選手賞など数々のタイトルを獲得した。1986年から8年間はフランスとイタリアのクラブに在籍し、オリンピックマルセイユではリーグ優勝を果たした。1994年にリーベルプレートに復帰し、4度のリーグ優勝。 二度のリーグ得点王、二度目の南米、最優秀選手賞受賞など全盛期といえる活躍を見せた。ウルグアイ代表として FIFA フフワールドカップに二度出場し、いずれもベスト16の成績を収めた。コパアメリカでは三度優勝し、その中でも母国開催の1995年大会では首相として優勝に貢献した。1961年に、 モンテビデオのカプール地区に生まれ、6歳から14歳までは地元のカディスジュニアーズでプレーした。CA ペニャロールや CA リーベルプレートのトライアルを受けたこともあったが、痩せすぎているという理由で不合格であった。14歳の時にモンテビデオアンダラーズ FC の下部組織に入団し、19歳でトップチームデビューすると、 在籍期間中に74試合に出場して20得点した。1983年に移籍金36万ドルでアルゼンチンの CA リーベルプレートに移籍し、4月24日のフェロカリル・エステ戦で初得点を決めた。移籍初年度は多大なプレッシャーや怪我などで調子が上がらず、リーグ戦では19チーム中18位と散々な成績だったが、 1984年にはリーグ戦で準優勝しリーグ得点王とリーグ最優秀選手のタイトルを獲得した。さらにウルグアイ人として初めて南米年間最優秀選手賞を受賞した。1985から86シーズンには再び得点王に輝きリーグ制覇を果たした。リーベルでは113試合に出場して68得点を決めた。 また1986年には、コパリベルタドーレスの優勝に貢献、優勝を置き見上げにチームを去る。1986年、フランスディビジョンアンのラシンパリに移籍した。3シーズンで89試合に出場して36得点を決めた。この間インテルなどが獲得に動き、特にユベントスがミシェル・プラティニの後釜に据えるべく、熱心に獲得に動いていたが、 チームは彼を手放そうとはしなかった。クラブのディビジョンル広角と共に、オリンピックマルセイユに移籍した。当時のマルセイユには、FW ジャンピエール・パパン、FW アベ・ディペレ、MF ・クリス・ワドルなど中盤から前線にかけて、名選手がひしめき合っていたが、1989から90シーズンのリーグ戦では28試合で11得点を挙げ、リーグ優勝を飾ると共に、 ディビジョンアン最優秀外国人選手賞を受賞した。UEFA チャンピオンズカップでは準決勝に進出したが、ベンフィカ戦ではミスを連発して、先般の一人にされた。わずか1シーズンでマルセイユを離れる決断をし、セリエ A に昇格したばかりのカリアリカルチョに移籍した。この移籍に際して、地元ファンから熱狂的に歓迎された。またお披露目を兼ねて、 全所属のマルセイユとの親善試合が行われ、最多観客動員数を記録した。第3節のアタランタ戦で、直接 FK から移籍後初ゴールを決めた。ここで3シーズンを過ごし、98試合で17ゴールを記録、カリアリ史上最高のベスト11の一人に選ばれた。1992から93シーズン終了後の6月には、 J リーグの横浜マリノスに合流することが確実とまで報じられていたが、遺跡は実現しなかった。1993から94シーズン、同胞のアギレラからの誘いで、鳥の FC でプレー、コッパイタリアでは準決勝に進んだが、セリエ B のアンコーナに敗れ決勝進出はならなかった。怪我を抱え、ベストパフォーマンスを披露することができず、 リーグ戦では24試合で3ゴールに終わる。1994年にフルス CA ディーベルプレートに復帰。ディーベルプレートで過ごした3年半でアペルトゥーラ・クラウスーラ合わせて4度リーグ優勝し、2度目の得点王に輝いた。1995年には再び南米年間最優秀選手賞に選ばれ、1996年の コパリベルタドーレスでは準決勝の CEF ウニベルシダで、チレ戦ではアウェーゴールを決めて決勝進出に貢献するなど同大会優勝に大きく貢献。トヨタカップではユベントスと対戦したが0から1で敗戦した。1997年にはサンパウロを決勝で破り南米スーパーカップ優勝に貢献した。1997年のリーグ優勝をお気見上げに引退。 1999年8月1日には、幼少期からの憧れのクラブであった、ペニャロールとの引退試合が行われ、8万人の観客に加えて、ウルグアイのフリオ・マリア・サン・ギネッティ大統領や、アルゼンチンのカルロス・メネム大統領も駆けつけた。1981年には、南米ユース選手権を勝ち取った。1983年10月13日のコパ・アメリカ準決勝。 ペルー戦で、ウルグアイ A 代表デビューした。決勝のブラジル戦ファーストレグで代表初ゴールとなる、先制点を決めて、優勝の立役者となり、大会最優秀選手賞を受賞した。1986FIFA ワールドカップ1次リーグを辛くも突破したが、決勝トーナメント1回戦で、ディエゴ・マラドーナを擁するアルゼンチンと対戦し、0から1で敗れて、ベスト16に終わった。 グループリーグのデンマーク戦では1ゴールを挙げた。コパアメリカ1987準決勝では、開催国のアルゼンチンと対戦し、アントニオ・アルサメンディの決勝ゴールをアシストして勝利し、前年の FIFA フフワールドカップで敗れた雪辱を果たした。しかし、決勝のチリ戦では、前半26分に退場処分を受け、優勝の瞬間は、ピッチの外にいた。 1990年5月に行われたイングランドとの親善試合では、イングランドのファモも魅了するプレーを見せ、イングランドの代表戦無敗記録を17戦で途切れさせた。1990フィーファワールドカップには首相として臨んだが、本来の力を発揮しきれず、4年前と同じベスト16に終わった。地元、ウルグアイで開催されたコパアメリカ1995では、 二得点を挙げるなど首相として、大車輪の活躍でチームを牽引し、優勝で国民の期待に応え、大会最優秀選手にも選ばれた。その後、一旦は、ウルグアイ代表を引退したものの、1996年に1998フィーファワールドカップ、南米予選で、チームが苦戦を強いられていたことから、復帰、2試合に出場したが、予選敗退したため、 1997年に再び引退を表明した。2010年11月現在、ウルグアイ代表のフィールドプレイヤー中最多、出場記録を保持している。2002年には、妻氏と共にアメリカのマイアミに移り住み、2003年にはネルソング・ディエレスらと共に、英語のサッカーチャンネルである、ゴル TV 社を設立した。現在は、同社とテンフィールド社の副社長を務めている。 ゴル TV の仕事が軌道に乗ったため、家族と共にブエノスアイレスに戻り、週に一度マイアミを訪れる生活をしていた。f i ド a c o m のインタビューでは、監督業には魅力を感じていないと答えている。1999年には、ラ・ボンボネーラで開催されたものであったが、ディエゴ・マラドーナの引退試合に、出場、2004年2月に行われたカルロス・バルデラマの引退試合には、 イヴァンサモラーノや、ホセルイス・チラベルトラと共に参加した。2004年3月、ペェレが選ぶ偉大なサッカー選手100人に選ばれた。2010年3月、ワールドサッカー氏が選ぶ、歴代優秀攻撃的ミッドフィールダー50人に選ばれた。2010フィーファワールドカップ時には、アルゼンチンのテレビ局で解説者を務めた。スラリとした体型であり、華麗なテクニックと、上品で優雅な、 流れるようなボールさばきが特徴であり、攻撃の中心となるカリスマ的存在であった。このようなプレースタイルから、エル・プリンチペの異名を取った。彼のプレイは、ジネディーヌ・ジダン他ほか多数の選手に影響を与えている。その中でもジダンは敬愛する選手にフランチェスコリの名前を挙げ、自分の息子にエンツォという名前を授けている。1996年のトヨタカップ試合後には、 ジダンとユニフォーム交換し、感激したジダンは以下のように述べた。子供の頃の夢は、フランチェスコリのユニフォームを手に入れることだった。ジネディーヌジダンウルグアイ人であるが、CA リーベルプレートでの活躍から、アルゼンチンのサッカーファンに愛されている。そのため母国のウルグアイのみならず、アルゼンチンにも愛着を持っており、2010フィファ、ワールドカップは、両国ともに応援した。 容姿が整っていたり、テクニックにとりわけ引い出ている。南米出身選手は、フランチェスコリの再来と言われることがある。ありがとうございます。